地元のご理解を得るために長期間かかる場合もございます。まだ自民党はそういうことをやってんのか。国民の命や暮らしを守る、経済活動をしっかりと支える、人口が減っていく中でどうまちづくりをやっていくかということをですね、今ですね、新聞を連日トップ記事で賑わしておりますけれども、最初に国土交通省 OB の航空施設会社人事介入疑惑について、それでまさしくですね、権力を重ねきて、おっしゃってるんですよね、この言葉が事実とすれば。ですから非常にこれ重いと思うんです。そしてバックには国土交通省がいるぞと。国土交通省はもうご承知の通り、巨大官庁でございまして、許認可をですね、すべて持っている。またそして、この会社、航空施設会社ですか、ここほとんど国の施設、格納庫も含めてですね、施設を借りているというような状況の中でこういうことが行われたということはですね、本当に今までちょっとなりを潜めておりましたけど、この官僚の天下り、これ非常に問題として大きいのではないかと私は捉えておりまして、おそらくこれ氷山の一角じゃないのかなと。裏の方ではそういうことが、その OB も含めて非常に天下りをどうかして、させようというような実態があらわになった件ではないかと、そのように思っているところでございます。それでですね、今後の対策として、これちょうど隙間なんですよね。 OB という形を取っております。確かにで、国家公務員法に触れないということになるわけでありますけれども、しかしながらこれは非常に、影響が大だと思います。国土交通省組織を挙げてこういうことをやってたということになればですね、非常に問題でございますけれども。斉藤鉄夫国土交通大臣。OB の肩書きを権限にしているというそのご指摘につきまして、再就職規制の対象外である国家公務員 OB が再就職にかかる斡旋などを行うにあたっては、現役時代に担っていた公務にかかる権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう自覚を持つことが必要なのか、必要なのではないかと考えます。で、政官業の癒着をですね、非常に、表していると思うんですけれども、岸田総理、それでこの公務員制度や天下りの件についてですね、どのようにまた対策としてお考えになっているかお聞きしたいと思います。まずはこの国土交通省のにおける事実確認を行い、そしてその事実に基づいて、適切に対応することを考えていかなければならないと思っています。一方、言うまでもなく、国家公務員の再就職、これにつきましては国家公務員法の規定に基づいて厳正に行われる必要がある。この点についてもしっかり、この確認をしていくことは重要であると考えています。本当に組織的にやられてたと、OB も含めてですね、これは大きな問題でございますので、総理そして国交大臣、しっかりと対処していただきたいとお願いをいたします。それでは次の質問に移らせていただきます。私はですね、ライフサイクルの一つでもございますけれども、この社会資本の老朽化対策ですね、このことが非常にこれから大きな問題に、日本社会としてなっていくんではないのかなと思っております。で、今国交省は予防保全と事後保全と、なるべく予防保全をしてくださいと、いうような形を取っておられますけれども、約200兆円、道路、トンネル、河川、下水道、港湾、これ国交省だけしか入っておりませんけども、それでも200兆円。まだこのほかにですね、公営住宅とか、上水道関係もあるんですね。この間から上水道関係も調べましたら、ちゃんとメンテナンスしていくには130年かかると、いうようなことでございまして、本当にこれは大変な問題であろうと。それでこれ事後保全ですか、それにしますとね、280兆からなるんです。で、これを単純にこの30年間でということでございますから、割りますと、そこの下にありますように、毎年平均 6.6 兆円、そして、2280兆円とすれば 9.2 兆円ですか、そういう金額が年間1年間でいっていくということなんですね。
1年間で行っていくんです。で、私見ました。今回国土交通省の、ね、予算はどのくらいかなと、公共工事 5.2 兆円ぐらいですよね。まあ、橋梁が全国で70万ですか、それからトンネルが1万本あるような状況で、あるということでございますので、そして私も地方の市長の経験者なんですが、でやっぱり地方になりますとね、新しいものばかり作ろうとするんですね。どうしてもこういう老朽化対策っていうのは後回しになってしまう。組長として、どうしても目立たないから、目立つ方をね、やろうとするんで、これも非常に問題だと思いますけれども、まあ、しっかり、予算付けをはじめですね、地方へのそういった啓発、そしてまた率先して国は対策をしていただきたいと、そのように思うところであります。それから、総理ですね、この今回ですね、法案が出ておりますけれども、いわゆる高速道路の無料化がいわゆる破綻したと、いわゆる50年延長ですよね、ということになったわけですね、無料化が。それでこれはですね、ある意味で私のところに担当の方が説明に来られましたが、その更新を考えていなかったと、民営化の時に。で、そんなことないでしょうと、更新は当たり前ですよね、更新していくのは。それで今回法律が、新しい法律が出るということでございますけれども、私は年金も含めてですね、これ国家がある意味ではその嘘をついた、詐欺をついたと言っても過言ではなかろうかなと思いますが、修繕更新を考えてなかったというご発言がございました。そうではないということで、そうではございません。基本的には、借金をして道路を作って、その借金を返し終われば無料にするというのが大原則でございます。しかしこの更新のような大きな仕事が明確にこれだけお金がかかるということが出てきた時点には、それをまたその借金に加えて、まあ、その分また料金でいただく、まあ、こういう立て付けになっております。はい、それでは話をお伺いさせていただきたいと思いますが、私はですね、本当に大きな義憤を感じて、このことについては話をしていかなくてはならないということでありますが、私の地元の方に、おぼろ大橋、あるいは国道3号線の歩道橋がですね、広川町と八女市に、できました。当時はですね、私は、まあ、隣の市の市長でありましたんで、あちらは女王町でしたんで、誰がこれ使うんだろうなともみんな言ってました。地域住民はですね、もう山ん中ですからね、そこに橋があるということでございますんで、しかしやっぱり隣の市長でもなかなか言えないんですね。で結局できてしまった。それで、まあ、橋は43億ぐらいかな、そして道路ができました。で約100億のところで止めました、止めてもらいました。その時には合併してて、もうそこも八女市になっていたということでございます。ですから県議会でも誰も通ってないじゃないかみたいな話になって、結局止められたと、まあ、いうことなんですね。で、そのあと2つの歩道橋については、もう私も国会議員になっておりましたので、もうこんなの作っても今いわゆるバリアフリーじゃないとなかなか使いづらいんですね。一つはゴミ置き場が反対にあると、道を挟んだ、国道を挟んだところに、だからゴミを持っていくと。ですから誰がですね、その歩道橋を渡って重いゴミ袋を持って、ゴミ捨て場に持っていくかというようなことを言ってたんです。人数をカウントさせました。もう確かにその学校の生徒だけはそのルートになってるもんだから、一グループは通ったそうです。しかし誰もそのゴミをですね、わざわざ反対に3号線を横断して、そのいわゆる歩道橋を使って持って、行く人はいなかったということなんですよ。ですから私はですね、二度となってはいけないという思いで、今回のこの3号線バイパス、広川やめ、だから作る前にこれは止めとかないと、できてからじゃもう遅いんですね。いわゆる血税を使った後では。で、誰も使わなかった、通らなかったということでは。だから私も勇気を持ってですね、今回発言をさせていただいておるということでございますが、それでこの直轄事業がいよいよ決まったということでございますけれども、なんとですね、これ、今申し上げましたように、4年強で決まった。こんなに早く、
300億から600億と言われますけれども、こんな金額の直轄事業が4年強で決まるというような事例が全国あるんですか。国道3号広川八女バイパスは、八女郡広川町と八女市を結ぶ約 11.4km のバイパス事業です。この道路の整備によりまして、国道3号現道の渋滞緩和や交通事故の減少、沿線に立地する企業の経済活動の支援、災害時における信頼性の高い道路ネットワークの構築などの効果が期待されます。この区間におきましては、平成30年度の福岡県交通渋滞対策協議会において対策検討の優先度が高い区間とされ、検討が進められてまいりました。その後、国土交通省において令和元年度より概略ルートや構造の検討を行う計画段階評価に着手し、福岡県による都市計画の手続きを経て令和5年度からの新規事業化を決定いたしました。この道路計画の検討は地域の実情などを総合的に勘案して進めるものであることから、検討期間を一概に比較できませんが、例えば過去10年間で計画段階評価に着手し4年以内で新規事業化を行った事例は全国で38事業ございます。なぜこんな早く、おそらく政治的なものでですね、大物がいらっしゃるということで、そこで決まっていったんじゃないかなと思いますが、例えばですね、今回同じく宮崎が10号ですか、いわゆる新規採択をされたそうですね。宮崎市のバイパス10号、国道10号の新規採択をされたそうでございますけれども、これですね、市長がおっしゃっておりましたけれども、宮崎市長が24年かかった。24年、普通そうですよ。ずっと毎回規制会で総会もしながら陳情も繰り返しながらやって決まっていくというのが通常じゃないでしょうかね。どうでしょうか。そしてですね、この問題があるのは、最初のスタートがですね、この道路バイパスは俺の土地を通せと、俺の土地を通せから始まってるんですよ。そして市長を脅してと、事実そういった書類もありますけれども、そういうことから始まった道路であると。じゃあ誰が要求したかというと、規制会はですね、昨年の1月にしかできてないんですよ。それまで規制会すらなかったんですよ。規制会すら、その中でどん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 こういった道路事業が進んでいくと、こんなことはですね、私は考えられないと思いますけれども。そしてましてですね、これはいわゆる事業は直轄といっても国だけで作るんじゃないんですよね。3分の1は福岡県が出さなくちゃいけないんですよ。3分の1は。ということは、福岡県の事業が、橋本さんですか、大阪知事時代にぼったくりバーと一緒だと、結局国の直轄に、全部付き合わなくちゃいけないと、いうようなこともおっしゃっておりましたけれども、まさしく県も3分の1これ付き合わなくちゃいけないんですよ。で、皆さんぜひともこのルートを見てもらいたいと思うんですけれども、それからですね、これも山をずっと通っていくんですね。山を通っていくんですよ。だからこの優先順位の付け方はですね、じゃあどうなさったのかということをお聞きしたいと思いますが。斉藤鉄夫国土交通大臣。先ほど決定の期間ですが、地元のご理解を得るために長期間かかる場合もございます。しかし地元のご理解が早く得られれば、例えば1年2年で決定している場合もたくさんございます。それから先ほどの今回の件の優先順位でございますが、まず先ほど申し上げましたが、今回これは福岡県の交通渋滞対策協議会において、県内約180箇所の主要渋滞箇所のうち混雑率などの観点から、この12区間が対策検討の優先度が高い区間とされまして、今回その12区間の中にこの区間が入っております。そして道路事業の事業化にあたっては、全国的な試験から見て地域の課題や事業の効果が大きい区間の中で、事業実施環境が整ったところから候補箇所を選定しております。その際、周辺の事業の進捗状況や地元の協力体制などを総合的に勘案して選定しております。その後、この当該箇所の都道府県のご意見を伺うとともに、学識経験者などの第三者からなる委員会における審議など必要な手続きを経て決定しております。形だけはそうされて、いるわけですよね。で、下関北九州道路も福岡県は、ね、整備していくということなんですが、私も何回も会合には出させていただきました。商工会議所の回答をはじめですね、本当に熱心に、そういった会をされたということであります。その時ね、塚田
政務官ですが、忖度の発言をされて、大きなことになってしまったわけでありますけれども、私はそこにですね、本当に政治家というか、まあ、辞めた方も含めてですね、大きな力がこれは、あったんじゃないかと。ないことにはこんなの決まりませんよ。大臣、早く決まることもあるっておっしゃってるけど、普通、国会議員みんな分かってますけども、そんな1、2年とか4年で、直轄事業が決まるとかですね、こんなのないですよ。私もね、陳情してた方でございますけれども、何年も何年もしていかなくちゃいけないということでございまして、やっと実現するというのが通常なんです。これだから異常ということを私は申し上げたいと思います。それからもう一つ説明させていただくと、これまで50年近くですね、かけて、県道久留米立花線、これをずっと整備やってきたんです。整備を八女市、広川町、久留米という形で一緒に整備をやってきたんですね。いろいろ何箇所もありました。工事がなかなかできないというようなこともありました。私自身も頭を下げてですね、なんとかその地権者に協力してくださいよということで、言ったこともありましたけれども、この久留米立花線が開通すればですね、もうあと八女市の木戸院地区、それから橋を矢部川星野川にかけ直せばですね、もうできるんですね。完成する3号線に出れるんです。もう立花側もやってるし、だからこのことはじゃあどういう、これをやってないなら話はまだですね、ないよりあった方がいいでしょうみたいなことだと思いますけれども、ちゃんとこの久留米立花線がもう少しで完成というような状況ですが、県道久留米立花線の整備完了後における国道3号の渋滞状況を推計したところ、渋滞は解消しない結果となっております。このため、県道久留米立花線の整備が進んだとしても、課題解決のためには国道3号広川八女バイパスの整備が必要と。こんなのいりませんよ。私ずっと今地元ももちろん回ってますけども、本当に必要ないよねと、一般の市民は。ただその地権者あるいは業者の方々は、工事が来るからね、欲しいって、ないよりあった方がいいという方々もいらっしゃるのかもわかりませんけれども、ほとんどの方は、こんなのいらないよって、古め立花線があるじゃないかと。ここまで整備してきたら何の意味がありますかね。そんなことしたら、先ほど私ずっと老朽化したインフラ整備のことを言いましたけれども、これから本当200兆あるいは300兆というお金がね、維持費としてインフラ老朽化したものを良くしていくにはいるんですよ。そしてまた今言ってるように防衛費の、ね、増額、あるいは少子化対策、先ほどから質問があっておりますように、そういうものがたくさんまだお金がいるものがあるんです。ですから、この事業はですね、本当に私は無駄な公共工事、点検、まだこんなことやってたのかと、やるのかということになると私は思っております。いわゆる負のレガシーといいますか、負の遺産がですね、公共工事が残ってしまうと。先ほど言ったおぼろ橋も残ってるんですから、現実それよりも大きいんですね。300億から600億って言ってますよ。資材高騰してますから、これもどん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 まだ上がる可能性があるということだと思います。それじゃあですね、次いきます。広川町の問題ですが、上広小学校の建て替え、これは県議会でも問題になったんです。ね、先ほど言いましたように、広川町の上広川小学校ってあるんですけれども、もう100年ぐらいですね、伝統校でありますけれども、それを、いわゆるこの3号線バイパスをぶつけて、あえてぶつけて、そして、国の予算でやらせようということなんです。これは私、国道事務所の所長からも聞きました。町長からそういった要望が出たと。そして、町長のその録音テープも残っておりますが、そういうことをですね、やらせるからと、その前の選挙の時にですね、そういうことを堂々と言って、言ってるんですね。すると県側からすれば、県議がおっしゃったのは、当然3分の1県が払うことになるんですね、小学校は。そうですよね、国3分の2、県が3分の1払うということで、ここはまだその小学校も30年ぐらいしか経ってないもんだから、全く、文科省のお金は来ない。3分の2は当然地元の町が出すというようなことになるわけですね。自分のところで建て替えれば、だからそうすればいいと。それをわざわざ
国交省が認めたということになってるんですが、一般的に道路事業のルート検討にあたりましては、まちづくり計画との整合性の確認、集落の分断の影響の度合い、公共施設の移転の可否などについて確認する必要があり、市町村にご意見を伺いながら検討を進めております。ご指摘の箇所のルートについては、広川町のご意見を伺ったところ、内田地区、義経地区の集落分断は避けてほしい、それから上広川小学校の移転は可能とのご意見であったことから、福岡県において現在の小学校の移転を前提としたルートで都市計画の手続きが進められたものでございます。上広川小学校の移転保障については、現地測量や物件調査を行った上で、減価償却などを適切に見込んだ額を支出することになります。なお、直轄道路事業を実施するにあたっては、都道府県などに直轄事業負担金として財政的な負担をしていただいております。従いまして、全額国費でこの小学校移転建て替えを行うということではございません。大体こういうことがまかり通ることがですね、私は本当におかしいと思いますよ。おそらく今日は全国の国民の皆さんも、あるいは行政関係者の方々もテレビ見ておられると思うんですよ。こういうことがあったらどんどん来るかも分かりませんよ。ルート変更して、小学校に当ててくれって、老朽化した学校とかに、そして建て替えは国のお金で、こんなことが一つの事例を作ったらどんどん起こる可能性があると私は思います。警鐘を鳴らしておきたいと思います。それからもう一つはですね、今大臣おっしゃいましたね、分断していかん集落を、まさしくこの八女市の大籠地区というのが分断をされるんです。真ん中を通っていくんだ。もう公民館の横をですね。で、ご承知かと思いますが、この計画は盛り土方式なんです。盛り土方式。7メーター上、そこを通っていくということでございまして、まさしく分断ですよね。風の向きすら変わるんじゃないでしょうか。風の向きすら。ですから、そしてですね、一番問題なのは、それを地元に説明に来ない。で、今もう悲鳴なんです。とにかく市、あるいは県、国土交通省が、地元に説明に来てくれということを再三文書でも出してるんですけども、全く来ないんですよ。全く。これ何ですか。全てがですね、なんか秘密裏にこうやっていこうというようなことが伺えるんです。で、説明会をしますとか公聴会しますとも、広報のですね、小さな隅っこにこうついてるんです。市民は分かりませんよ。だからこれがどういうバイパスができるかというのは、市民や町民、あるいは国民の皆さんも全く分からずに、こんなことがなされてきておるということなんです。地元の説明ぐらい入らなくちゃダメでしょう。こんな公共工事するなら、私も組長の時はもう何回も何回も行って、同意を得て、前に公共工事、こういった道路の問題なんか進めてましたよ。それは地元のご了解も得ているところでございます。地元の合意、地元の合意は全然取れてませんよ。ね、市長がそれでいいというから地元の合意が取れてるんじゃ、全く市すらその説明に来てないわけですよ。そうでしょ。7メートルから上のが、高いのが、道路がど真ん中を通っていくんです、その集落。そうしたらそれは分断されますよ。いわゆる住んでいる家と母屋と小屋がね、分断される。あるいはこの間ちょっと現地に入りましたけれども、まだ2年しか経ってない新築の家が、若夫婦でございましたけれども、そこにもかかるんです。そういうことで本当に、地元の方々泣いておられます。ですから地元にですね、まず説明に、国交省入ってくださいじゃね、ぜひともそのことを お願いをしたい。で、私最後に申し上げますけれども、本当にこういった無駄な公共工事もうやめましょうよ。もうやめましょうよ。まだ自民党はそういうことをやってるのかというような話になっていくと思いますよ。やはり、自然災害から国民の命や暮らしを守る、経済活動をしっかりと支える、あるいは地域社会を支える、こういった観点から必要なインフラについては引き続き費用対効果踏まえつつ、着実に整備をしていく、これも政治の大きな責任だと思います。そういった観点からインフラ整備について、中長期的な見通しのもとに、計画的また効果的に、取り組んでまいりたいと考えております。野田国芳君。はい、本当にこういうもう工事はですね、やめにしましょうと。無駄な公共工事はですね、いるものはいるんです。それはよくわかります。私もしかしながら、いらないものまで作る
する必要はないと、国の財政しっかり、考えてください。1200兆からの借金ですよ。私はいらないと思っております。はい、それじゃあのなかなかもう時間もないようでございますけれども、次地方創生についてちょっとお伺いしたいと思いますが、地方創生ですね、2014年頃から第二次安倍政権の方でスタートしたと聞いております。でこの地方創生もですね、38兆円ぐらい使ってるんですね。38兆円。しかしながらなんかね、成功したということは私なかなか言えないんじゃないかなと思っておりまして、どうも国の方はその人口市場主義というか、人口が増えたの減ったの、もう増えないとなかなか成功とは言えないと、まあいうようなことでの尺度があるのかなと思うんです。だからこれをやっぱりなくしていかなくちゃ、もう人口どん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 日本中が減っていくわけでありますから、その人口市場主義はもうなくすということが必要で、また逆にですね、人口が減っていく中でどうまちづくりをやっていくかということをですね、考えていかなくちゃいけない時代ではなかろうかなと、そのように思っております。そして、この間から、まあ、文化庁がですね、今日が初仕事になるんでしょうかね、移ったということでございますが、これは一つの成果。しかし逆に言えば文化庁だけしか移転ができなかったということにもつながると思いますので、やはり地方を活性化というかしていくには、そういったことを含めてですね、しっかりやっていかなくちゃいけないと思いますので、ぜひとも総理も含めて、地方の活性化のために頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、このインフラの老朽化対策の問題ですね、これ私、ライフワークとしてやっていると言っても過言ではないぐらい非常に興味がありまして、ずっと勉強させていただいております。それで、もうご承知の通り、インフラが50年を過ぎてい、くというようなことで、それがですね、こう積み重なりますと、これをインフラをですね、良くしていくには200兆から280兆かかるっていうんですね。まあ、予防保全でなるべくやるという方向には行ってるんですけれども、そうしますとね、これ30年間でということなんですが、30年で割りますと 6.6 兆円、280兆円だと 9.2 兆円ぐらいになるんです。それだけこの老朽化対策インフラのですね、年間にいるということであります。じゃあ今年の国交省の公共工事の予算はいくらかというと 5.2 兆円ぐらいなんですね。だからもう一つその国交省の公共工事の予算が、財布がいると、まあ、いうようなことになりまして、本当にこのことだけでもですね、大変ということでありますので、私はその新しいものを作るということはやっぱり、なるべく控えていくと。作ったら当然これは維持管理がいるということになるわけでありますので、そのように考えておるわけであります。この広川八女3号線バイパスの問題というのは、遡りますと私が八女市長をしてた頃ですね、山の奥に、誠橋と通称ですね、おぼろ大橋という橋ができたんです。それで、もうみんな作る時から誰もおそらく通らないよねと、無駄な公共工事になってしまうよねということを言っておりましたら、まあ本当にその通り、誰もこう通らないというかですね、軽トラとかトラックが通るぐらいで、本当に、無駄な公共工事の象徴となったんです。だから私は、今回のこの広川八女の3号線バイパスについては、作る前にちゃんと止めておかないと、結局作ってからではもう国民の税金血税を使って、作っているわけですから、だから私はここに立ち上がってですね、このことをしっかりと言い続けてきたと。
しかしながら国土交通省がですね、今年本年度の新規事業として採択をしたということなんです。で、先ほどの橋がだいたい100億のところで止めました。で、今回のこの広川八女3号線バイパスが300億から600億って言われております。私はですね、本当に、無駄な公共工事がですね、まだまだ自民党は古いこういうことばっかり、やっているのかということを主張をしたくて今回発言させていただいたということでございます。いるものはいるんですけども、無駄なものはもう作らないと。先ほど言いましたように、もういわゆる老朽化のインフラをメンテナンスしていくだけで200兆から280兆いるっていうんですから、この30年間でですね、そのように私は訴えたところです。私ですね、今明日の内閣の総務大臣をやらせていただいておりまして、非常にこの地方創生という地方再生がですね、気になるテーマで、ございますので、あえて今日質問させていただきました。で、これまでですね、安倍第二次内閣ですか、それから始まって、38兆円ぐらいこの地方創生という形で交付金でお金を使ってきてるんです。しかし皆さんも地元もそうだと思いますけれども、本当に地方はですね、もう衰退して、もう消滅していくんじゃないかと。また耕作放棄地もですね、どんどん多くなってきていると。そして農業の後継者もいない、商店街もシャッター通りになってしまっているということなんです。で、これまであまりにも人口市場主義で国は考えてきたんじゃないのかなと。人口が増えたら成功、減ったら失敗という形で、ですから今後はやっぱり人口が、日本中が特に地方なんかどんどん急激に減っていくわけですから、そういう減っていく中で街づくりをどうしていくのかということをですね、考えるというのが本来の本当の意味での地方創生、地方の再生ということにつながるのではないか。まあ、幸福度とかですね、そういうものを高めるというような目標を持ちながら、そのように思います。 ICB 決定されたもののうち、全額が令和4年度に繰り越されていた。これはそもそも翌年度に繰り越すことを前提としていたとも受け取れます。財政の基本原則に鑑み、そのような繰り越しの乱用は許されないのではないかと考えます。令和4年度のコロナ物価予備費についても、年度末である先週の3月28日に 2.2 兆円の使用を決定しました。当然3日で 2.2 兆円を執行できるはずもなく、繰り越しを前提としていると考えざるを得ません。令和4年度二次補正予算で1兆円を計上したウクライナ情勢経済緊急対応予備費使用実績はゼロでした。この1兆円は全額が最終的に令和4年度の決算剰余金の一部となると思われます。コロナ物価予備費についても、使用残額が令和2年度の5000億円、令和3年度の4000億円と比べて、令和4年度は 2.8 兆円と格段に多く、ウクライナ予備費と合わせて 3.8 兆円が決算剰余金の一部となります。政府は今後の防衛費増額の財源として決算剰余金を活用しようとしていることから考えますと、意図的に予備費の使用を抑えたのではないかという民間のシンクタンクの指摘もございます。総理のご見解をお聞かせください。防衛財源を確保するために意図的に予備費の使用を抑えたということはございません。その上で申し上げますと、予備費を含めた歳出に不要が生じることが見込まれる場合には、税収等の動向も見極めながら、特例公債法の規定に基づきまして、特例公債の発行額の抑制に努めることとしております。したがって歳出不要と決算剰余金の金額が対応するわけではありません。特にコロナ物価予備費やウクライナ情勢経済緊急対応予備費を含めた予備費につきましては、不使用額が確定しながら特例公債の発行をいたずらに行うことは不適当と考えておりまして、不使用額が増えたからといって決算剰余金の増加につながるものではないということをご理解をいただきたいと思います。はい、この予備費ですね、本当に最近この予備費を、今まではですね5000億円ぐらいだったんですね。それを4兆5兆とか積んで、それを
ある意味では勝手にこう使うと、まあ、いうような状況が続いているということですから、これはもう決して、財政という意味からしたらですね、よくありませんので、政府側はですね、是正をしていかなくちゃいけないと、そのように思っております。そして、畑議員が今回、ただしたのは、その余ったお金をいわゆる今防衛費の問題になっておりますけれども、そこに使っていくんじゃないかと、積み増していくんじゃないかと、まあ、そういうことを今回指摘をさせていただいたということでございます。はい、どうも今日は、本当に恥ずかしいような解説で申し訳ありませんでしたけれども、今後ですね、決算委員会、参議院は決算を重視するというようなことでございまして、いつか、明日、明後日からまた、省庁別の審査が毎週始まるということでございますので、また皆様方、ご期待いただきたいと思います。しっかり頑張っていきますので、ありがとうございました、今日は。